木下雄二は、日本の詩人、俳人、本名、雄二。広島県福山市三ゆ町に生まれる。広島県立府中中学を卒業後、1933年に、一旦は、第一和稲田高等学院門下に入学するが、養父の結核発病に伴い家業を継ぐために、転学した。1938年に、名古屋薬学専門学校を卒業し、 広島県福山市の実家で薬局を営む。以後、修正距離を離れなかった。この間、堀口大学に傾倒し、影響を受けており、13歳の時には、堀口の獅子若草で特選を取っている。1940年、第一死終、田舎の食卓を、観光、第6回文芸反論賞を受賞。1949年に死士、器物を、創刊。 主催。以後の詩集に、生まれた家、笛を吹く人など、日本詩人クラブ、日本現代詩人会に所属。戦中、疎開してきていた同郷の作家、イブセ・マスジラと信仰を持った。ユージの10周年期の1975年の追悼公演で、イブセはユージからの最後の手紙を読み上げるも途中で、絶句し、涙ながらに公演を切り上げた。 また1944年より、安住厚氏の廃止、たまに、遠く、1946年より、久保田万太郎の廃止、春明かりに参加。万太郎に激賞され、春明かり主要導人となる。1956年苦州、南風名、1959年、円大を観光。1961年、広島春明かり会を結成、また、苦衆。 春来を、創刊、主催する。工夫は、遠来までの、新章風景を強い叙情性を持って描いた時期と、遠来以降の、情を適度に交えつつ写生の方法を活かした時期とに、大きく分けることができる。総じて勝者で線の細い句であり、詩である万太郎に習い、平易な言葉による、柔らかな表現を目指した。代表句として、イエや、 名の花色の明かりを灯しがよく知られている。1965年王公結腸癌により、福山市みゆ町の自宅で死去50歳。戒名は、順条院、釈裕寺講演孤児。没後に刊行された、定本、木下雄実集は、第18回読売文学賞を受賞した。早稲田大学の栄教授で、仏文学者の村上菊一郎は親戚にあたる。小道市にある。 尾野十三郎、車窓で、木下雄二、春の金し日、鎌倉さゆみ、木下雄二、現代俳句ハンドブック36ページ。成瀬せおどし、木下雄二最高、木下雄二じくしゅ74ページから80ページ。岩井博ろ作家の臨終、母ひ辞典百122ページ。ありがとうございます。